こんにちは、のぶさん。メッセージいつもご覧いただきましてありがとうございます。で、22日21時からですね、ちょっとこんがらがっちゃいました。22日の21時から、いや、もうワクワクしますね。でね、今回短いメールだったんですけども、私的にもちょっと嬉しいことが2つぐらいありまして、それはですね、この、まあ、私からの返信動画を見ると、なんかやる気がみなぎるということでね、まあ、私ね、実はね、新しい職業ってこれからいっぱいできるって言われてるじゃないですか。まあ、今までの仕事がなくなる代わりに、それ以上の新しい仕事がどんどんできてくるよみたいな。例えばスマートフォンってのは、まあ、すごく便利で、いろんな仕事をね、なくしたと思うんですよ、片っぽでは。でもその他にメリットとしては、スマートフォンが出てきたことによって、いろんな新しい、今まで想像もしなかった仕事がいっぱい出てきたと思うんですよ。で、私ね、ここでね、あ、こういう仕事あるなっていうふうに気がついて、それを自分でも、まあ、少しでも多くできないかなと思ってるものがあるんですよ。それがね、モチベーターっていう職業なんですよ。なんとなくこの人に言われたらやる気が出るなと、この人に背中を押されて励まされたらね、叱咤激励されたら、よしやってるぞみたいな、自信がつくなみたいなね、まあ、そういうモチベーターになれないかなと思ってるんですよ。まあでも、当てずっぽうの冷やかしを言うわけではないんですよ。確かに見どころがあるな、だってこういう行動してるもん、もうこれはうまくいくよ、大丈夫だよみたいなね、うん、何かしらの根拠を持って、例えばノブさんの、まあ、今のね、動画のアップロードとか、方針変更すぐにしてね、副業チャンネルから FX にパッとフォーカスするようなところとか、まあ、Zoom 対談にすぐ答えてくれるとかね、まあ、こういうメリハリとか方向転換の聞きやすさっていうのは、これはね、成功者の条件なんですよ、うん、これはね、すごいと思う。これからも客観的に自分のことを見て、たまには主観的に感情で突き進んで、これをね、うまく使い分けていってね、感情ばっかり進んでも事故するんですけども、たまには客観的に自分のことをね、こう制御していく、もしくはより客観的に見てもらえるような、まあ、師匠に出会うことですよね。先生に出会うこと、この先生、メンター、師匠、いろんな言い方ありますけども、師匠という言い方をすれば、師っていうのは師匠の師ですよね。まさにそういう人と出会える、やる気の出る人と出会える、先生に出会えるっていうのは幸せなんだろうなと思うんですよ。と同時に、よし、この道でビジネスに自分の命を注いで、もうビジネスでもう命をかけて死ぬんだって思えるようなね、死と巡り合わせてくれる、自分の死に場所が見つかるってことは、命をかける場所が見つかるっていうのは、またね、死合わせなのかなと思うんですよ。という形で、死に会える幸せと死に場所を得た幸せとっていうね、ちょっと言葉遊びみたいな感じなんですけども、私なかなかね、もうこういうのがね、面白いなと思って覚えているんですよ。そして今日ね、のぶさんに私なりのこの幸せの考え方の一つの言葉遊びですけどもね、お伝えしてみました。まあ、何か感じることがあったら、まあ、こういったネタもね、動画でアップロードしてもいいんじゃないかなと。なるほど、そういう考え方があるんだで終わるんじゃなくて、こういう考え方を聞いたんですよっていうふうに広めていくとかね。で、ここで一つコツがあるんですよ。ネットビジネスでうまくいくコツ。それは何かっていうと、あ、それいいなと思ったら、すぐにそれを広めるってことなんですよ。あたかも自分の発想のようにね、広めていくことなんですよ。そうすると、ノブさん、なんかそう、いいこと知ってるね、いいこと言うね、みたいな感じで、格が上がっていくって感じなんですよね。もうね、情報なんて、自分発信のものっていうのは、すごく大事なんですけども、とにかくね、パクれるものはパクっていくことなんですよ。で、そこにちょっとだけスパイスをかけるんですよ。で、これをですね、TTP と言うんですけども、徹底的にパクる。これが TPP なんですけども、そこにスパイスをつけることによって、TPPS っていうね、言葉ができるんですよ。これはね、なかなか面白いなと思って10年前から使ってるんですけどね、久しぶりに話してみました。そしてもう一個、のぶさんのメールの中で嬉しいなと思うのは、私がね、何気なく弟子って言葉を使ったと思うんですよ。というのは、即家塾っていうのは、まあ、一つのオンラインサロンみたいな仲良しの場、まあ、家族みたいに関われる場所でもあるんですよ。そういうフランクな場でもあるんですけども、やる気のある、ね、塾生さんに対しては師匠と弟子の関係なんですよ、まさに。だから私は、例えば今回のぶさんがね、稼ぎたい、もう月収100万行きたい、月収100万じゃなくても100万に近い30万50万70万80万かもしれないけども、とにかく、お、稼げてきたぞっていうような実感を味わわせて、よし、この道で改めて勝負していこうっていうふうに、さらなるね、モチベーションを与えていくのが私の役目だと思うんですよ。で、私がそういった思いを投げ込んでいくことと、
それでデジタルノブさんが受け取っていくこと、このキャッチボールで出来上がっていくと思うんですよね。そして受け取りきれないものがあったら受け取れるように咀嚼して分解して小さく分けたものをまた発信し続ける、もしくはちょっとこんなんじゃ生ぬるくってまだまだっすよみたいな感じだったら、よしもっと重いもん投げてやるよみたいな感じでね、さらなる試練を与えるみたいなね、そんなことをお互いにこうキャッチボールしながら育まれていくものなのかなと思いますよね。ちなみに今日はなんか私めちゃくちゃな格好してますね。帽子をかぶってるのはね、もう今深夜3時ですから、もう寝癖がボーボーということなんですよね。だからこう深夜で帽子をかぶってます。あとはねこの羽織ですね、ハッピー、まあ基本的に私和服で過ごすことが多いんですよ。でも全部和服だと大変なんで、下はジャージそして中にはロングの T シャツ着て、上にこうやってねハッピーを着るだけで急に和風になるというね、そんな仕組みでございます。ただ帽子をかぶるとそれも台無しになるんですけども、おかげさんでめちゃくちゃな格好ですよね。背景もなんかね、全然そのネットビジネスのメンターみたいな感じじゃなくて、もうなんか全然我が家じゃねえかみたいな感じでございます。あ、今日はね長い動画になりましたけども、こういうふうにね短いメールからでも長いお話もできるし、長いメールとかね長いメッセージとかでも1分に凝縮することができるみたいなね、こう伸縮時代なのが情報の面白いところですよね。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。今回はね雑談みたいな感じですよね。面白かったらまた高評価ボタンお願いしますみたいな動画もありますんで真似しておきます。面白かったら高評価ボタンお願いします。じゃあありがとうございました。どうもまたメッセージください。そして22日21時から見上げらして用意しておいてくださいね。今日モチベーターっていう仕事があるってことをねお話ししましたけども、のぶさんもきっとモチベーターさんになれると思いますよ。そういう顔してますよ。うん、グッド。